こんにちは皆さんあと少しであと少しで追加公演の登録が出ますね皆さんもう少しだよあとあと3分ごめん3分早く始めちゃったなんか登録見る前にちょっと話しとこうかなと思って。 ともかちゃん二十歳になったおめでとうほんとにおめでとう二十歳二十歳いいね二十歳はいいよ <laughs> すべなんかすべてないすべてが大人の始まりだよ二十歳は楽しんで誕生日だから当たってほしいあーそうなのひろみっちさーん当たるといいねそしたら「おめでとう」って言えるもんね インテグさんありがとうドキドキだねドキドキあ見たよりかちありがとう楽しみにしてる嬉しい誕生日祝ってくれるんだココハココハちゃん初めて来れたありがとううんそう私二十歳じゃないのよな何でも許されるとかそういうこと言ってますけど先輩私 <laughs> <laughs> 一連のバに申し込んだじゃあ当たるわ あれへこさんっているへこさん誕生日だっけ違う <laughs> 違うっけ誕生日じゃないあゆいありがとうこんにちはあれ違うっけへこにきこんにちはへこさん誕生日だよね おめでたーそうだよしかもそうみんなあの今日はそうあの登録発表でが出るっていうのとあの明日ライブなのでみんなあと1分,みんなあと1分 ヘッコさんいるじゃんおめでとう誕生日ごめんねなんかヘッコさんが今日誕生日って言う前にあ六6時になったってみんな見てきていいよ <laughs> こんにちはあすぐ見れるのあゆるてん ありがとうくまゆるて忙しくないゆるくないああそうなの日明日ライブだよ明日会える人いるんじゃない結構見てきてみんなおめでとう落ちちゃったうん ね、これってさでもさもう一回一般応募ないっけこれはファンクラブの選考受付だよね。あ、ちょっと待ってごめんねごめんねうんダメなった。 昼夜？昼？昼？夜？昼？<laughs> <laughs> ね大丈夫まだみんないっ ダメだったよっていう方もあのダメだったよっていう方も一般がありますのでまだ皆さん諦めないで当たった当たったダメだったうーんでも大丈夫大丈夫まだあるあだあだ明日と二十七えー、めっちゃ来てくれるじゃん夜はたっだ 一般があるまだみんな大丈夫おお夜の当たったおめでとうおめでとうあれよねあのー、あれよそうでも明日がとりあえずありますので明日会えるよっていう方はぜひ送ってください昼当たったおめでとうおめでとうそうそう 明日は8時10分から台湾ライブに出演させていただきます。アりリさんありがとう。姉さん当たりました。おめでとう。当たりました。おめでとう。嬉しい。この辺の時間、そうだね。確かにこういう時間にしてるかもよく。リコちゃんにはまった。ありがとう。 嬉しい、ちょっことくらいをたくさん聞いてね。当たってた。はあ、嬉しい。ありがとう。当たってくれたので、ありがとう、こんばんは。そうそうそう。いや、あ、そう、あのー、ね。 昼はんだすごい <laughs> やったうん明日も楽しもうみんな明日があるんだよまずはまずは明日があるから莉子さんにサンタさんのプレゼント届きますかね私ねサンタさんもう来ないんですよ中3ぐらいから来ないんですよ 昼ライブ当たったあーおめでとうおめでとうそうなんかでも明日はさ明日はえーヒューリックホールでライブがあります明日のチケットはまだあるんですかね多分まだあると思うんですけれどもあのそうそうそう 客席ですよこんばんばは小学生の時から来てないですそうなんかねあのね、ま、来たり来なかったりみたいな感じこんにちは間違えたこんばんはあ海外の方かインドネシアちょっと待って待って待って。 なんでもないハンさんこんばんはマナカちゃんありがとう夜はたってましたおめでとうこんばんはえちょっとどうなんだろうみんなどんな感じなんだろう今年から来なくなりますまあいつか来なくなるんですよ 今どんんなな感じなんですかね結構皆さん Twitter とかでつぶれてるかなそうなんか前回の特別公演は結構リコファミリーの方がほとんど当たっていなくて配信配信で見るよっていう方が結構ほとんどだったんですけどでもまだ一般がありますから皆さん諦めちゃダメちょっと待って えこれはさ、どんな感じなんだろう。会いたいね。でもまだまだ会えないわけじゃないよ確実に。<laughs> 雪が降ってんの？寒いじゃん。ああーたんこんばんは。そうそうそう私が。 外れてた悲しいでまだ一般があるから大丈夫大丈夫宮淳どうなんですかねひろみちありがとうそうええー、ちょっと私はさわざわざさ <laughs> わざわざさその当落発表にかぶせてあの 配信をしちゃったんですけど。焼き芋屋さんじゃないよ。なんかあの。なんかなってるんですよね。ねなんかなってるんですよ。三月十八から二十一東京帰るので、そこでライブしてください。わあ、まだわかんない。まだわかんないね。でも。でも。 分かんないねもしかしたらあんのかな分かんないけどあらんだこれすっごくないここどうしたダンス行ってきますあ頑張ってねダンスやってんだねえみんなまだ諦めないでラーメン焼け食いしてます お方ね。きそ。ね、まだまだあるのよ。まだ一般があるのよ。お誕生日前に会えるの嬉しい。そう,そうだ。よそうだ。私そうだ。特別公演忘れてたわ。どうなのよ？誕生日前誕生日前日。18歳最後だよ。もうそろ18歳が終わっちゃうの？ こんばんはこんばんばはいや緊張だよねでも,でも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 明日行くよって方もあの当たったよって今方も本当にありがとう27行くよって方もねあの27はもまだチケットある 親ねそうなんよ19歳の1年が一番楽しかったから楽しんでそうだよ特別公演の次の日から19歳がスタートします 今までの人生で何歳が一番楽しかった。うわ、難しいね、それ。うーん。今までの人生で言うと、一番楽しいのは。今じゃない。やっぱり。うん、なんか人生で今が一番、いろんなことを経験してるし。毎日が。本当にありがたいことに。 忙しくてでも忙しいけど好きなことできてるからすごく楽しい嫌だなって思わないからしんどいなとかも思わないし楽しく毎日を生きてるなっていう感じがする今は。そうそう。 授業中あ大丈夫大声出しちゃうよりこう大声出してもいい <laughs> 先生にすすいにばらしちゃう明日行く特別講演またありがとう明日行くのそうねみんなさそう知ってる明日ライブないよマジで知ってたちょっとなんかあれでしょおわかわかる分かってる <laughs> なんかさあれだよね。 そう、なんか、その特別公演のリハだったりとか、二十三とか、二十七のリハだったりとか。そのいろいろあるんですけれども、なんか早すぎて。進むのが、時間が進むのが早くて。なんか、あれ、明日なのって思ってるの、今。え、でも、そうなん、明日なんだけど。明日なんだけどさ、あし、本当に明日なのかなと思って。 こんばんは。そう、常に今が一番楽しいのは、そりゃそうなの。水沢さん、かっけ、ありがとう。最近のなあ、担とのエピソードありますか。最近のなあ、担とのエピソード。ええー、話せること、話せることで言うと、なんだろう。 うーんとあでもずっと連絡してる毎日連絡してる毎日連絡してるんですよ最近はあんまり予定が合わなくてそうそう全然遊べてなくてですねなぎさんも忙しいと思うので全然遊べてないんですけど少し前に一日中遊べたですね ケーキ何が好きチョコミントチョコチップ特別公演落ちた諦めちゃダメだよまだあるからまだ一般があるでしょいや本当にマジで本当にマジで明日なのタナックさんこんばんははじめまして庭中にいつえる絶対いつえるでも私はここでいつ絶対 ななにいつに会えるよとか言えばさちょっとさ確証したらあれじゃんあ何日には行ってますね何日には行かせていただいてます。それで夜中夜中あの一緒にサッカー見て終わるまで。 夜起きてサッカー一緒に見ました。りほんさん、はじめまして、こんばんは。うん、一般がまだある。10年後なのめっちゃ先じゃないこんばんは。マッチングの時、レノにバレてたね。いや、ほんとですよ。え、バレて、だから、レインボースターみたいなの送ってあげました。しかも、聞いてください、あの後と、配信終わったあと、レンがマッチング、 私 LINE の名前をマッチング姉さんに変えだして最悪最悪マッチング姉さんに変えたのえ待って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 星になってんだよ星になってんのえジュネちゃんなんて書いてあんの あバースデーへこさんバースデーへこさんハッピーバースデーリアへこさんハッピーバースデーとおめでとう おめでとうです。落選しちゃった。<laughs> まだ大丈夫。まだ希望がある。遊びに来た。ありがとう。こうへいさん、ありがとう。ハイライトは、えっ、ー、と。<laughs> えっと、セザンヌです。セザンヌのハイライト使ってます。すごい安いし。安いし、なんか。 なくならないあんまりこことねこことねここら辺とねここ目につけるとね綺麗だよおめでとうよかったら見てありがとう嬉しいなんかみんなにたいなんかさ誕生日をさ 誕生日をさこんなにもさいろんな人に知っていただけることってまあ、人生でもないじゃん,なんかすごく嬉しいほっぺたに指ぶっ刺すの癖えそうなのこうやってやんのよく癖だよね最悪の癖だよねあえエンリちゃんありがとうこんばんはそうだよ明日行くよーって人今どれぐらい見てますかちょっとまた聞くの早い 15分ぐらいで聞くの早いかな明日行くよーって方明日あっかここ赤いの明日ライブ行っちゃいますえでもまだ行けるんですよ皆さんまだチケット買えるんですよまだ皆さん会いに来てくれますかメリクリク こんばんばは莉コちゃんの前の日誕生日だからなんか親近感湧くあマジでえマジで嬉しいじゃんえっってことはヤギ座なんかどうでもいいよね <laughs> どうでもいいよねそんなこと、ね、星座とかどうでもいいのよね1月1月あだか,だから特別公演がだからってことかそうだよね 今日のリコちゃん好きりこちゃんありがとうどうしてハイライトねセザンヌなんか色が自分に合う色がいいかも明日行く追加公演だったおめでとう商業部長さんありがとう明日行くありがとうはいはいうわすごいいっぱいいるいっぱいいる嬉しい明日行っちゃいますありがとう誕生日系えっ ケーキ作ってくれんのケーキ作ってくれんの明日はヒューリックホールです有楽町有楽町かなヒューリックホールです会社爆破していくか迷う爆破はしちゃダメだけど会えたら嬉しいなっていう感じですね <laughs> でもいいよなんては言ったらねアメリケン あ、めりくりか全部く休のありがとうおやまさんまた踊ってくれたくさんやまさんまじで振り完璧なのよねもう手の手振りとか完璧なんよピアスあげた見たよ自撮り痛くなかった 明日のチケット買おうかなまだ買えちゃうんですねそれ,それがそれがそれがまだ買えちゃうんです多分今日の 10, 10 12 12時前11時59分ぐらいまで変えた気がするこんばんは仕事休みなの頑張ったからだねランスさんありがとうこんばんは 初見ですアスカさん初めまして初めましてほんとにあの急に全然ライブ関係なくて申し訳ないんですけどこの中に今は今,今,今はの栗のアリスの見た方いますあ今日からシーズン2がネット f リックスで始まったんですけどまあ見てないか言わないでね見てないから言わないでねでもこれから見るよって方とかちょっとうちは見たよみたいな。 いますかね今和のクリノアリスがネットフリックスであので、あのー、あれだっけ犀原さん牛島くんのあの犀原さん見たよ見て,見てる方とかいますかそっちはいないか今和のクリノアリスは見てる方いるよね多分ねなんでいないのそ <laughs> んなそんな見てないことあるえ今和のクリノアリスって人気じゃなかった お願い見てる人いてえ待っていないのいないとかえー、嘘でしょ初見です初めまして莉子ちゃんの顔マジ好きありがとう遅刻しちゃったえ全然遅刻なんてしてないよ今和の今今今和の国のアリスミトランえマジでマジで、ね さやはらさんも見てないマジでですか本当ですか待っ私山野の国のアリスじゃないんですよ <laughs> 山野アリスではないんですよ今日からシーズンツーが始まったのよ見なきゃ 見てない私だけすげえ <laughs> 私だけすげえなんかあれじゃん <laughs> なんか語ろうとしちゃったよ今ミニーミニーあ久々配信越えてありがとうこんばんは確かにトフリーネットフリりで好きなの夫婦の世界を最近見たし 最近夫婦の世界と、あと、最近あの新しいバットマンが出たんですよ。バットマン、バットマンシリーズのなんか新しいのがネットフリックスに出たから、それを見ようかなって思ってる。かなそれぐらいかな今見てんのは。多分。漫画ちょっとだけ読んだ。あ、そうなの。漫画は読んでないや私が。 私が読んでないそう今割って読むんだよあらそんなに見てなかったあやばいな明日明日ライブだ何回見ても追加公演当たってるんだから夢じゃないよね夢じゃないよ夢じゃない 本当に本当にね本当にあれなんだね今日だったんだねあそうだみんな衣装店イコノイジョイ衣装店が開催が決定しました全然それについて言ってなかったイェーイ 本当に本当に可愛いいオサレカンパニーさんの衣装ってなんですけれどもニコラブさんのイミーさんとニアジョイの衣装もあるということで本当にその並びに置いていただけるだけですごく嬉しいんですけれどもニアリーコールジョイとフラジールのね衣装がありましてあのー、なんかキーホルダーでしたっけなんかあるんですよね。 んかキーホルダーのさニア,ニアジョイのさキーホルダー見て思ったんだけどさニアリーイコールジョイのさスカートってさ短いわよねああやって見るとねそうそう一生キーホルダー私イコラブさんとノイミーさんのやつもキーホルダー欲しいななんてちょっと思ってるんですけど。 当たったたあありがととううおめでこんんばはっちゃんたっっちちゃゃんんだよねありがとうゆきそうなのであのー、なんか 1>, 1月6日から1月10日なんですけど行きたいなーと思ってでも行っていいのかちょっと微妙じゃないですか正直 <laughs> 正直行っていいのかなっていうのはあるんですけど いきたいなーって思って見てなんかさリップ買ったらさケースついてきたすごくない発酵してるけどさケースついてきたこんばんはちょっと待って痛いっていっていっていて。痛い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  公園当たった北海道からこうあっおめでとうおめでとうえそうなのよなんかさどうなんだろう行っていいのかな行っていいか分かんないけど行きたいよねなんか見たいよねとは思うんだけどちょっと微妙なんだよねだみんないるみんな行くなら行っちゃおうかなって感じ <laughs> みんな行くなら行っちゃおうかなーなんてちょっと思っちゃうんですけど 羽高さん、ありがとう。全衣装撮ってたけど、どの衣装一番好き？一番？一番は難しいけど、やっぱりちょっとセンターでカバーさせていただいた P I C がちょっとちょっと欲しいなって思うんですけど。そうそう。 コラボさんのあの b セルフィッシュの13人目の13人目のメンバーだった場合の衣装をちょっと着たいんですけどどうなんだろうね諸橋さん変装してバレないように行くって言ってたええそうなんですかええー、行きたいな私なんて多分歩いても分かんないと思うんですけどちょっとなんかカメラ遠いから手持ちにしちゃおう パンブチーンめっちゃ似合いそう色…えう、ー、んうん、着たいんだけどさみんなが着てんのもみたいな PIC 思い出して上がっちゃったいや、本当にあの…本当に嬉しかったんですよ、ね もし見つけけたら声かけてももいいのもちろん結構あのー、声かけてくださる方いらっしゃって嬉しいですこんばんは毎日 Twitter の使い方あっしいまた見に来てくれたのありがとう。 覚えてるよなんかわかんないことあったら聞いてとか言って私が私がさごめんわかんなかったら本当にごめんなんだけど <laughs> 今日1時間ですそうもうすぐ30分経っちゃうね。 ーセフィッシュは踊れなくてですねでもあのダンスパートがあるじゃないですかあそこ踊れるようになりたいなと思ってあの TikTok とかでも踊ってらっしゃるのでちょっとなんか見てはいるんですけど PIC 衣装着てみたいなって思いますこんばんは私のこと見かけても声かけてねえそしたら教えてほしいわ ツイッターの何々ですってこんばんはこんばんはこんばんなですこんばんなー猫はいつ見ても美しすぎるよね幸せそう俺の嫁さんになってくれませんか初めて言われたんだけどこんなことでも私はまだ18歳なんですよ <laughs> こんばんは ほんとお願いよ。ジム行ってんの。声かけてくれ。マジで教えてそしたら。あやったありがとう。スノードームありがとう。もうすぐほんとクリスマスだね。J オタさんもありがとう。ランスさんもありがとう。 親戚に芸能人いてつい禁じられてたのあるんよえそうなのあそういうことねそういうことね <laughs> 衣装ね文化祭でリコめっちゃ布教してきたありがとうえなんかさ なんか最近なんか藤沢理工でエゴサするとなんか私結構あのショールームでショールームで話してる方が結構 YouTube に載ってなんかね遊んで遊んだこととかメンバーと遊んだこととか話すと全部 YouTube 載ってんの。 全部ね YouTube にねも載ってて誰々と遊んだ時にこういうことになってこういうふうになったって全部載ってんの <laughs> そう面白いよねありがたいですけどね昨日のコノアちゃんとのツーショット見て惚れましたありがとうえまじ昨日さ 昨日のさコノアの写真撮ってほしいって言ってくれたあのあのあれを言っていいですか昨日コノアがね私との写真を載せてくれたのそうあのリハの時に撮ったねそしたらコノアがね最近よく一緒にあのいるんですけれどもコノアと結構ねいっぱい話すんだけど そうご飯も一緒にね食べに行ったりとか二人で一つのパフェを食べに行ったりとかしているんですけれどもコノアがねなんかねあの写真撮るときにそうなんかコノアが「ねえねえリコ子写真撮ろうよ」「ツイッターに載せるの」とか言ってく いいよ撮ろうよかわいいねってなった最近ね「美コちーコチちー,リコチーまだ帰んないでちょっと待って <laughs> ちょっと待って」あ全然待つよいくらでも待つしほんともう,もう,もう超ゆっくりしていいよ 言っち言っとそう前髪なしも似合うありがとう,そう最近なんか前髪なしが定着してきたそろ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 皆さん前髪がちょっと恋しいかな <laughs> そろそろみんな前髪恋しくなってきたそれとももうなんか見慣れた私の前髪なしなんか前髪なしキャラでになってきた登録メール今来た 遊びに来たありがとうあこれサメですサメはいチーズ 可愛いですよ本当にりこさんは帰らないで言われがちそうそれこそだからマイとかにも言われるいやなんか多分私ね帰んの早いんだよね普通になんか病で帰ろうとするのんのえ帰んの帰んないでちょっと待ってってなる リコちゃんはそんなコノアの城をローマまで燃やさないといけなくなるかもしれんうん本気出しちゃおローマ本気出しちゃおう,ゃおう <laughs> 最悪, <laughs> 最,悪 <laughs> 最悪だよね <laughs> やると一気にバブになるそう,そうそうそうなんかね前髪がさなんか微妙に微妙に。 前髪をかき上げろ名言じゃんそれ覚えとこ夜公演当たった明日行くのあありがとうじゃあ明日だねとりあえず明日会えるおめでとうガチ勢いやレノンには勝てますよ正直レノンには勝てるけどあゆみんには勝てないあゆみんには本当に勝てないなでも 勝てる時は勝てるんよなんかあのねうんレノンには全然いける踊ってみたいいねい YouTube とかでやりたいやりたい課金課金さは莉子さん私マジでゲームで課金とかしたことないのよ漫画とかでもなんかそういうの怖いから 人生で初めてちゃんと多分課金してやるお肉さんありがとうありがとうちょっとさサメさんさ近いなランスさんありがとう。 ニュージーンズ好きなんですけど何で知ってんの坂本さん私今ニュージーンズが一番好き、oh, <say> あの最近「ってやつ聞いてるこんばんはねほんと課金とか本当に怖くて私多分一生やんないと思ってたから。 課金の仕方も分かんないんだよ、ね、そうだから難しいだからできるか心配だからあのまあローモバ始めたらさ多分さ言うじゃんみんなにあの一緒にやりましょうみたいなチャットとかあるらしいからさチャットとかでさなんか多分言うじゃんそうチャットで。 これこう,こう何時にこう行きましょう戦いに行きましょうとかもしかしたら言うかもしれないけどさごめんだけど本当に私わかんなくて学びながらやるから教えてほしいあなたおめでとうおめでとう他があんまり見れてないいやーもうニュージンズは本当にもう神ですもっちーさん初見ですはじめましてありがとうこんばんは 私もいつかギフト送りたいけど、小論文でもいまいちよくわかってない。難しいよね。私もさ、難しいんだよね。課金って。髪型や服装で好きだな、好きそうだなと思った。やばい。ドンピチャなんだけど。そう。ニュージーンズが好き。ニュージーンズ、ブラックピンク、エンミックスですね。すごいね。よく、よくわかるね。ありがとう。 えでもほんとあのやるからには本気でやろうと思ってる本気でローモバやろうと思ってるからみんな教えてローモバとかすでにやってる方がいたら教えてほしい全然わからないからほんとマジで公約行動しかわかんないの公約行動とかでもマジでほんとに一生逃げて隠れて一人でなんかさ殴ったりとかしてたらなんか1位になっちゃったこととかあんの マジで本当だよこれマジ何もしないのに1になっちゃったことあんの塩味好きあアイドル好きアイドルもめっちゃ好きだし好きズが好きなんだね「Why do I keep getting a truck」「チャ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 」エヴァグロー知ってるなんかね入場になる前にダンス習ってた時にそうな,らなのねエヴァグロー ってことってことがあるセメント工場さんありがとうしかも初めましてだありがとうそうそう今回がさ多分最後なんですかねあの前半組の最後だと思うんですよだからすごいみんなレッスン中とかもさ今バリア張ってっからみたいな感じでよく話だから楽しそうだなと思ってたんだけど もう恐れられるような戦いをしたらいいですまいちゃんマジ強いらしいですよ荒野行動って4文字書いたらもうローモ場だよねえー、そうなんだけどさ荒野行動と同じなのかな,なんかみんなが乗っけてるスクショを見える限りローモ場の仕組みが難しくてあんまりわからないんだよね最近に八女いちゃんたち知りました歌がうまくて憧れます ありがとう嬉しい歌頑張るね歌ね難しいよね歌やっぱりさ高い声って難しいなこさんありがとうあぶない変なとこしちゃった私英語で紹介文書き込むよえう、ー、嘘 楽しそうだなと思うよねそうななんよそそうそうなんか葵の順位が高いらしくてそれも分かんない何の順位なんだか分からないえそうチャットって何時でもしていいのなんかそう結構そう何時でもしていいイメージがあるんだけど待ってめっちゃ下アングルなんだけどちょっと待って今手がさだから小指がさ釣りそうでさこ,これが PIC そうちょ下アングルすぎるんだけどもういっか 小指がちょっとつりそうなんだけどこんばんはリコちゃんアリスちゃん気になってますありがとうアリスちゃんはこの間リハ前に美味しそうなメロンパンを食べてましたよああいいなあと思ってね見てましたけど 今日レノ見てたあの4時とかにちょっとしてたよえー、していいのしちゃおう寝れない寝れないなうみたいなみんな何してんのなう <laughs> 意味わかんない意味わかんないんだけどみんな寝てんのとか言ってこんばんは ぜえ、ね、いいのかないいのかかんないけど、なんかしてるならいいんじゃないかな何も言われてないのね。それで言われて、それでダメならダメで私はしないわよ。こんばんは。え、ダメなのえダメならしないよ。 Why do I keep getting to 頭から離れないよねそうそしたら多分ツイッターに書かれる「リコハミリコハミのみんなも寝てほしいけどリコちゃん寝てほしい」みたいな「寝ろよ <laughs> リコちゃん寝ろよおじさんは寝ろ」とかきて <laughs> みんなみんなが親みたいになってきちゃう イコラさんで好きな歌本当にこれマジで本当に選べないんですけど選べないんですけど「ズルズル」と「夏祭り」が好きです本当に好きですあの「子コンプレックス」も好きなんですけど本当にあの選べないんですよね夏祭りとか本当にもうなんか 夏祭りあらちょっと袖が汚いじゃないの夏祭りあのいこのイジョイで踊れたんですようしかったのめっちゃいや朝5時はね起きれないのよマジで絶対こんばんは そそそうそうそう生活習慣がさみんなに怒られちゃうからさ正したんじゃないの莉子ちゃんってなっちゃうゆうたくんありがとう夏祭りやばいですよあ夏祭り好きそうそうなったんとズルズル歌ってほしいない私なんかはもうあの聞くだけで十分ですから <laughs> そうそうお顔タイプですありがとうエドウィンさんありがとうでもカラオケ一緒に行った時に ズルズル歌ってくれるんですけど単純にあの私は聞く線なのでそうナギのズルズルを聞いてます動画撮るだけ <laughs> 動画撮る 青サブもなんか選べないんですよもう本当にあの一番とかはできなくてへこさんありがとうやま,まない雨はないさん英語得意なのかしら山ちゃんこんばんははじめまして5時起きは <laughs> 無理 きは本当に無理そうそうこんばんは今度サイン会初参加しますありがとうありがとうねサイン会申し込んでくれてニコちゃんなーにありがとう そうねーでも逆にみんなは何が好きなのちょっと手が <laughs> みんなはみんなは何が好きあの「イコラブさん」選べないでしょ絶対みんなもあれだよ1番とかさ選べないでしょ絶対無理だよ絶対無理。 どうやったら高音出せるようになりますかえー、うーんなんだろうな私は地声ではすごい音域きりが出る方なんですけどあの普通のなんて言うんだろうミックスボイスとか裏声だとすごく弱くなっちゃうタイプなので体幹とかかな体幹とか喉を潰さないようにかな お話し会あありがとう動画とイラストどっちがいいですかでもイラスト結構私保存してるよんりちゃんが描いてくれてるやつハイっぽいやばいですよねこんばんは パクあ27日ありがとうそうよ27もまだチケット買えるし23もまだってかな,んなら明日もまだ大丈夫。 さんのショールームが多分7時からあると思いますので7時には終わりにします <laughs> そういつも延長でってなるけどそうそう あっ僕くりねちょうど今の季節じゃんゆうやもんもんカールさんありがとうまあも,もんカールさんゆきいっぱいありがとうああわかるもう好き全部好きよねそうだよねそ明日のライブのお話です明日のライブはえっとまだ今日の11時59分まで多分 ヒューリックホール、有楽町のヒューリコホールでライブがあるんですけどまだチケットが買えますよっていうこんばんは髪かわいいありがとうちいちゃんありがとうえスクショタイムしてないスクショタイムするもうあとサインポスター 応募ししてみましたありがとうセメント工場さんあありがとうあの 24? <laughs> !24 にえっとクリスマス配信をしたいなと思ってみんな多分24とか絶対出かけると思うんだけど絶対出かけると思うんだけど夕方からちょっと配信しようかなって思ってるのでもし来れたら来てください。 とということでスクショタイムをしますもかちゃんが莉子ちゃんを彼女にしたいらしいえいつ言ってたのでも桃花優しいんだよ24暇れのんちゃんも24に配信するって言ってたあーなんか言ってたかも一人でクリパするって言ってましたね一 <laughs> 人で <laughs>。 ぶっちゃけ出かけてるでしょって思ったんだけどそうでもなんかちょっとしようかなと思ってはいチーズはいチーズ あと何がある?あと。あと何してんだろう、いつも。あギャルピだ。はい。チーズ。はい。コさんの誕生日なので、立ちおポーズください。 へこさんの誕生日だからちょっとあポーズなのお腹めっちゃ鳴るやんこれは髪だけムカつくもんはいーこれさっきなんか取り逃したって人いたからやっちゃおうはい <laughs> してやばいやばい顔で初めましてしちゃった今へこさんの誕生日なので、ね、謎の猫アバターのポーズしてくださいへこさんのこんな感じじゃない OK。ということで皆さんついに明日は久しぶりのライブですまだチケットあのー、まだ売ってますので明日、えっと、8時10分から8時40分夜の20時10分から20時40分がライブとなりますのでまだちょっと迷ってるよって方がいたらぜひお待ちしてます。あとねあの時間合わせちゃって ごめんねでもそうまだ今回ダメだ今回 <laughs> 今回ダメだったって方いてもまだあるしそう今回当たったよって方は当日18歳最後の日を一緒に過ごしましょうねあと27日もライブあるんですけどそちらの方もまだチケットありますので、まあ、23か27どっちかかなって方いたら神手と下手うーん。 みんなから見て右側かなみんなから見て右側とかかな分からないでもどっちにも行くからどっちにいても多分大丈夫どっちにも行くよ私はそう一般がありますということでランキングをお読みしたいと思いますランキングをお読みしますねいきます13位ちひろりこファミありがとう12位ガッチさんありがとう 十一高橋優太さん、ありがとう。十位なこさん、ありがとう。九位ありさん、ありがとう。八位ゆうたくん、ありがとう。七位はねたかさん、ありがとう。六位ゆうやさん、ありがとう。五位お肉さん、ありがとう。四位あやたん、とリコたん、ありがとう。三位忙しくないから、ゆるくない無音点、ゆる点さんだ。ありがとう。二。 ちゃんねぱっちゃんありがとうそして1位は今日ハッピーバースデーのへこさん誕生日おめでとうありがとう皆さん本当にありがとうございましたそれではましたましたまた明日 <laughs> ねやばい今日全部噛むんだけどまた明日あのー 会えるよって方はお会いしましょう頑張りますありがとうみんな夜ご飯食べてねバイバイありがとうバイバイ